どうも、藤見の龍です。今回はですね、こちらの極主不動さんとのコラボ動画ということですね。私、普段は料理のお兄さんなんですけども、今回はですね、藤見の龍にあやかって藤見の龍に変身させていただきました。なんか極主不動の2話でですね、登場するですね、この藤見の龍が作った、これ見えるかな、このハンバーグプレート、はい、これ料理家の目線から見ると結構特殊な作り方してるんですよね。これを皆さんができるように簡単にですね、僕がですね、藤見の龍が再現したいと思います。龍二のバズレシピ。はい、それでは材料紹介いってみたいと思います。まずですね、豚ひき肉ですね、はい、250g、 あと卵1個、玉ねぎ半分、大体に 100g から 120g ぐらい、今回ね、これが一番肝になります。はんぺんなんですよ、はんぺん。このはんぺんっていうのはコミックスでタツがですね、お魚さばくんですよね。お魚さばいてすり身にしてハンバーグに混ぜ込んでるっていう独特な作り方するんですけども、まあ、ちょっと、魚さばいてすり身にするのはなかなか難しいだろうということでですね、そもそもすり身を使ってあるこのはんぺん、これで代用させていただきます。これでですね、カツを作ったですね、ふわふわなね、どこか懐かしげがあるね、ハンバーグを簡単に再現していきます。ではですね、今回極主不動さんとのコラボ、兄弟の儀を交わしていきたいと思います。杯を交わすっていうことになります。ではこちらで龍の兄貴とは兄弟ということで飲ませていただきます。いただきます。ありがとうございます。ということで、このままグラサンかけてもいいんですけど、ちょっと手元が危ないので、ちょっと今回外させていただきます。はい、これどっちかというとさ、なんか大月健二さんになってない俺、大丈夫、不死身の立つなって、大丈夫。まあ、まずですね、玉ねぎをこちらのヤッパで、切っていきます。で、今回はね、すごくふわっとした、食感が特徴のハンバーグなので、玉ねぎはね、細かくした方が食感がですね、損なわれず美味しくなりますんで、よくね、やっぱで切り刻んでください。入れていきます。なんだ、ちょっと口豚ない塩で、はめ落としだろう。で、胡椒、塩胡椒で、このままですね、ラップをして、はい、挟んで電子レンジにかち込んでいきます。2分30秒で、その間にボールしましょう。じゃあこちらにですね、材料を入れていきます。まず豚ひき肉 250g ね、で、そしてはんぺん、はい、で塩コショウで、卵、これコンソメでね、味をつけていきますね。はい、玉ねぎが仕上がりました。これね、開けると玉ねぎとバターが蒸されて、すごくね、オニオンスープみたいな香りがするんですね。で、この香りを嗅ぎながら杯を交わします。このそしたらですね、ちょっとここ熱いんですけど、他の材料は冷たいので、混ぜ込んでいく、揉み込んでいく、熱っ。揉み込むときは、はんぺん、重点的にこう握りつぶすようにやったらいいです。このお肉とはんぺんをこう融合化させる。僕もね、名前リュウジって言うんです。これね、実は本名なんですよ、リュウジってね。で、おじいちゃんがつけてくれたんですけど、なんでこのリュウジっていう名前がついてるかっていうと、おじいちゃんがね、任侠系大好きっていうので、僕はリュウジになりました。昔のね、人気系の V シネマとかね、ユージっていうのが絶対出てくるんでね。最初はおじいちゃん、銀次っていう名前にしたかったらしいんですけど、母親に止められてユージになったらしいですからね。いらん話でしたもんね。で、これね、手早くやってくださいね。あんまりね、常温になってしまうと、結構油が流れちゃうんですよね、肉のね。なので、手早くやりましょう。
こんな感じでいいかな。こうなったらですね、この種を3つの島に分けていきます。でここでちょっと緩すぎるなと思ったら一回冷やしてください皆さんね。はい、一回冷やすと固まりやすくなります。まあ、まあこんな感じですかね。はい、はい、まあ、これはね、はい、こんな感じで、はい、3つできましたね。3つの島に分かりました。これから焼きを入れていきます。ここにですね、油、全体に油をひきます。そして温めていきます。はい、はい、でね、火はね弱火、ちょっとね焦げやすいんで、で入れた時にこう真ん中ちょっと押して、ちょっとね真ん中くぼんで、なんでかっていうと真ん中が一番火が通りにくいから。今度はマサとヤスも食べるんで、こんな感じで3つ同時に焼いていきます。で蓋を閉めて、でこれねじっくり焼いていく。で中まで火を通してふわふわのハンバーグを作っていく。焼きを入れていきます。あ、でもどうですかね、ほら、ね、5分ぐらい経ってくるとこれ全体的に白くなってくるんですね。そしたらですね、ひっくり返すアイスです。で、あ、これヘラ使ってね、はい、パタンパタンパタン、ほら、いい焼き目でしょ。このハンバーグの何がいいところってね、これね、お弁当に合うの。これ冷めても硬くなんないんですよ。なぜかというと半分入っててふっかふかだから、冷めてもめちゃめちゃ美味しい、冷めても柔らかい。これはね、本当に皆さん覚えてもらいたいですね。見てください皆さん、こうペタペタ叩くと、ほらプルプルでしょこれ。焼き上がりましたので、で、今回はですね、原作も忠実再現、じゃん、はい、原作 の絵の通りに作りました。ここにですね、ハンバーグを載せます。あれぴったりじゃん。おお、でこいつは冷めないうちにソース作っていきます。ソースいけば、はい、この焼いた後のフライパンにケチャップ、まあね、大さじ3、はい、適当です。はい、中濃ソース大体大さじ1、これぐらいかな、はい、でここにね水、今水大さじ3入れました。でここにコンソメね、小さじ半分、でこれで温めていく。で必ずハンバーグを焼いて油が残ったフライパンでやってください。こういうね、こういうソースができるじゃないですか。で、これをこのハンバーグにかけていく。おほほほ、どうですか皆さん、どうですか。極主夫道一貫で辰野兄が作ったですね、ハンバーグプレートの再現、完成でございます。はい、ではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。楽しみですよね。今日はね、ナイフとフォークいただきたいと思います。箸でも全然食べれますよ。すっごい柔らかいんでね、もうね全く抵抗感がない肉のね。ソースをつけてハンバーグいただきます。おっ、マジでうまいよこれ。他のハンバーグちょっと違う、だからちょっとね素朴な感じなんですよ。あの魚のすり身もはんぺんも入ってるんで、家庭で作るハンバーグの最上級って感じですね。すっごい柔らかい、下にね、なんていうのかな、つっかりがないんですよ。すごく柔らかくてね、お子さんとかでももう硬いとかってないと思います。味もすごくケチャップとかコンソメとか入れてありますので、すっごくね美味しくて、あとね、どこか懐かしい、これキーワードですか、これどこか懐かしいハンバーグ、これめちゃめちゃ美味しそう。あれ至高のハンバーグもめちゃめちゃうまかったけど、これもうね最高に、この食感は皆さん試した方がいい。
ものすごいふわふわなんだね。やるなぁ、やっぱすげえよ、タツの兄貴は。で、今回再現したんですよ。他の食材は全部冷凍食品で作ったので、タツの兄貴は全部手作りで作ってたね。あれはすごいと思う。俺はできなかった。だからそれぐらい主婦ってすげえってことだよ。これも食べる、冷めてる。これだけ自分であげました、ポテトフライ。あ、これうまいわ。ケチャップソースのハンバーグで一番合うのはやっぱこのハンバーグ。もうね、今ナイフで切ってるんですけど、ナイフとかいらないぐらいね、柔らかいんですよ。うん、最高。多分お子様だったらこのハンバーグめちゃめちゃ好きだと思う。でね、これね、お弁当にいけるっていうのが非常にいいんですよね。だから家庭的、まさにこれが主婦道の料理なんですよ、皆さん。うん、はあ、ということでですね、こちらの黒十度、めちゃめちゃハッピーなギャグ漫画なので、僕ね、ハッピーな話が大好きなんです。こちらですね、めちゃめちゃおすすめです。ぜひ皆さん、僕と一緒にですね、黒十度、このなふわふわハンバーグも一緒に作っていただいて、一緒に黒十度見て楽しみましょう。皆さん、こちらの今回コラボさせていただきました極主婦道ですね、こちらですね、今現在5巻出てるんですけども、最新巻6巻がですね、なんと11月の9日に発売ということになります。はい、そこにはですね、なんとこのどうしようもないこのチャンネルが OB でコラボしたと、そういうふうに書かれているので、ぜひですね皆さん、まあでも6巻だけ買うわけにいかないんで、1巻から6巻まで全部買いましょう。でめちゃめちゃ面白い、何度でも読める、何度でも読める、何度でも笑えるので、ぜひ皆さん極主婦道見て、で僕のハンバーグも作ってください。